はい、どうも、りんごです。東京コミコン2021まで、あと約半年ほどとなりました。先日、東京コミコンで、招致してほしいセレブアンケートが、公式で行われまして、結果発表もありました。3位がロバート・ダウニー・ジュニアで、2位がクリス・エヴァンス、そして1位がトム・ホランドという結果になっておりましたね。やっぱり、マーベルの、主役級の、俳優は、招致希望が多いと思いますね。ロバート・ダウニー・ジュニアは、来日の、難易度高いかなと思いますけども、クリス・エヴァンスやトム・ホランドは、海外でもよくコミコンに参加されていらっしゃいますし、将来的にはこう可能性はあるかなと思います。一応今年はリアル開催も予定されているみたいなんですが、最近のコロナの拡大やワクチン接種の状況も見てると、まだセレブを招致しての開催はハードルが高そうに見えます。もちろんセレブの来日がものすごく楽しみで早く再開されるといいんですけども、俳優さんの健康が最優先だと思います。パンデミックが落ち着いたら、ぜひ来日されてお会いしたいですよね。皆さん、コミコンの、投票を誰に、されましたか？または、誰に、来てほしいと思いますか？僕はアンケートでも投票したんですが、ダニエル・ラドクリフです。一度お会いして写真を撮ったり、目の前でサインを書いてもらうのが夢で、これは本当に叶ってほしいですね。俳優さんが落ち着いて来日できるまでは、オンラインで、サインを集めていくしかないのかなと思います。それで東京コミコン2020のプレオーダーで申し込んでいたサイン、米国のコロナ拡大を受けて延期になっておりました。それがついにサイン書かれて届いたので、今回はお見せしていきたいなと思います。前回はミリー・ボビー・ブラウンのサインをお見せしましたけども、今回はバック・トゥ・ザ・フューチャーでマーティ・マクフライ役で有名なこちらマイケル・ジェイ・フォックスの直筆サインです。かなり希少、レアなサインですね。では拡大して見ていきます。東京コミコン2020で書いていただいたマイケル・ジェイ・フォックスの直筆サインです。バック・トゥ・ザ・フューチャーのマーティーが単体で写っているポートレートに、シルバーのペンで、サインがなされています。サインの下の方が少し切れてる感じがしますけども、僕的には許容範囲です。こちら、購入価格は33,000円で、去年10月に申し込みをしました。同じ時期にオフィシャルピックスでもプレオーダーがあったんですが、コミコンとほぼ同じ価格となっておりました。マイケル・ジェイ・フォックスは去年11月に俳優を引退することを、表明した影響で、今後直筆サインの相場が値上がりするそうです。そもそもマイケル・ジェイ・フォックスのサイン自体が、かなり希少なもので、今回予約しておいてよかったです。で、こちら去年バーチャルハリコンで、バック・トゥ・ザ・フューチャーで、毒を演じられたクリストファー・ロイドのサインも今手元にあります。これでマーティーと毒2つの直筆サインが揃いました。本当はこっちのクリストファーのサインを、オフィシャルピックスのセンドインで送って、ダブルサインを作る予定だったんですけども、これは断念してコミコンの方を選びました。マイケル・ジェイ・フォックスのサインは、宛名のオプションはありませんでした。これはオフィシャルピックスも同じでしたね。ただ、マイケルの体調もあるだろうし、サインだけでも、書いていただけるだけで、十分これはありがたいことだと思います。このクリストファーのサインと並べて、飾っておきたいですね。これは本当、いい買い物をしたと思います。で、一応東京コミコンで書いてもらったという東京コミコン独自の証明書も、ついております。ということで、今回はマイケル・ジェイ・フォックスの、サインを公開しました。今年のコミコンは誰の直筆サインのプレオーダーがあるか楽しみですね。では、今回の動画はここまで。じゃ、またねー。